カイトーの兄貴、なんすかそのスーツ。これから大事な依頼人に会うんだ。この方が頼りがいのある探偵に見えるだろう。 TPO ってやつだよ。わかるか。ええ、まあでもいつもはそんなこと気にしないでしょう。どうしたんすか急にそんな張り切って。今日は特別なんだよ。よし。だからって俺まで呼ぶ必要あります？分かってねえな。俺が接客してる時に自分で入れたての熱い茶を出せるか。出せねえだろ。それにお前は松金組で長年お茶組み係してたし、お前の入れる茶は松金の親父にも好評だっただろうが。いや、いつの話っすかそれ。それじゃあ今日はしっかり頼むぜ。お茶組みにバイト代5万も払うんだからな。なんか随分と景気がいいみたいですね。今回の依頼料いくらなんです？そりゃお前、企業秘密ってやつだよ。おい、来たぞ。どうぞ。はじめまして。今回依頼しましたイマージュインタラクティブ CEO の貞本京也です。八神探偵事務所の調査員、海藤正治です。どうも、バイトの東です。海藤さんの噂は金がれ、一度お会いしたかったんです。俺のことを？ええ、よく知っています。昔から。昔から。まあとりあえずどうぞ座ってください。どうぞ。ありがとうございます。では早速本題に入りたいと思います。人を探してほしいということですが、探すのはどなたでしょう？実は妻を探してほしいのです。亡くなった妻を。亡くなった奥さんを。亡くなった奥さんを探してほしいというのはどういうことでしょう？実は妻は2年ほど前に亡くなっているんです。自殺でした。自殺。そうでしたか。その自殺した奥さんを探してほしいというのはどういうことでしょう？そうですね、妻が亡くなった当時のことから順に話させてください。2年前のある日のことです。妻は自宅に遺書を残しいなくなりました。警察に捜索してもらったのですが、行方は分からず失踪扱いとなったのです。その半年後、千葉山中の河原で妻のものと思われる遺体が見つかりました。近くには大きな滝があり、おそらくそこから飛び込んだのだと思います。遺体は腐敗がひどく、顔の確認ができないほどでしたが、遺体から妻の所持品が見つかり本人だと判断されました。その所持品というのは？写真でした。妻が息子と一緒に撮った写真です。なるほど。ですが顔が分からなかったんですよね。遺体の鑑定は行われたんですか？ええ、 DNA 鑑定をしてもらいました。妻のものと一致したそうです。そうですか。だとしたら間違いなさそうですね。にもかかわらずなぜ生きていると？1ヶ月ほど前のことです。妻によく似た女性を神室町で見かけたという話を
妻の友人から聞いたのです。その友人が言うには、妻らしき女性は見知らぬ男性と一緒にいたようで、知人が名前を呼ぶと怯えた様子で逃げるように立ち去っていったそうです。他人の空にという可能性はないですかね。私もそう思っていました。何しろ DNA 鑑定までして妻の死亡は確認されていたのですから。ただ今回の話を聞いていろいろと調べてるんですが、 DNA 鑑定の結果は 100% 確実ではないそうなんです。特に妻の遺体は腐敗がひどく、細胞の崩壊が進んでおり、そういう場合正確な結果が出ないこともあるそうで、例えば海外ではDNA 鑑定の結果、死亡が確定した親族が数ヶ月後にひょっこり現れたなんて事件もあったそうです。だから知人が見かけた女性が妻である可能性もゼロとは言い切れないんです。それに知人が見たという女性は顔立ちから声まで本当に妻とうり二つだったそうなんです。彼女は妻の昔からの親友ですし、間違いようがないとさえ言っていました。ところで報酬について確認したいのですが、テンダーのマスターからは前金で200万、プラス成功報酬で2000万と聞いています。はい、結果に関わらず最低限それだけは用意したいと考えています。最低限それだけということは、もし妻を無事に見つけることができたならプラス1000万お支払いしたいと考えています。合計3200万ってことですか。兄貴、俺の今日のバイト代5万でしたっけ。お宅に5万は高えだろ、十分だ。いや別にいいんですけどね、道理で景気がいいと思いましたよ。ところで奥さんの写真がありましたらご提供いただけますかね。実はここに来る前に他の探偵にも依頼したのですが、全く何の手がかりも得られず困っていたんです。そんな時にあなたが神室町で探偵をやっているという噂を聞き、この人ならば妻を探せるかもしれないと思ったのです。妻のことをよく知っているあなたならば。よく知っている。兄貴、この人って。ミキか。旧姓夏目ミキコ。あなたがかつて神室町でミキコと暮らしていたことは知っていました。だからこそあなたにお願いしたいのです。彼女のことをよく知っているあなたに。本当に行くの。親父が怪我させられたってのに指くわえて見てるわけにはいかねえ。今度こそ死んじゃうかもしれないんだよ。すまねえな。組が大事なんだね、私よりも。亡くなった妻を探してほしい、雲をつかむような話です。ですがミキコのことをよく知っているあなたなら、この町で妻と暮らしていたあなたならばミキコを探し出せるかもしれない。だからカイトさん、お願いします。
風の噂じゃ聞いていた。だがそんなはずはねえと思っていた。なあ貞本さん、間違いねえのか、美希子が2年前に自殺したってのはよ。遺書が残されていましたから。なぜだ、美希子は自殺するような女じゃなかったはずだ。少なくとも俺の知っている美希子は。わかりません、遺書には詳しいことは書かれていなかったので。わからねえ、あんた旦那だろ。一つ心当たりがあるとしたら、当時美希子は仕事のことで悩んでいたようです。私も当時は仕事が忙しくてほとんど家にも帰れず、相談に乗ってやることができなかったのですが、だからずっと後悔しているんです。妻のことないがしろにしてしまったこと。それであんた、もしも美希子が生きていたとして連れ戻してどうするつもりなんだ。それはわかりません。妻が私のところに戻りたがるかどうかもわかりませんし、妻の意思は尊重するつもりです。ただ私たちには息子がいます。14歳の息子が純と言います。そうか、美希子に息子が。美希子に似たのか、やんちゃな子でしてね。純は母親が生きているかもしれないという話を聞くと、自分も探すと言って私の制止も聞かずに家を飛び出していってしまいました。家出を？ええ、もう2週間ほど前のことです。スマホの位置情報はこっそり共有させていたんですが、それに気づいたのか家に置いていってしまって、まったくどこにいるのやら。2週間も連絡つかないって大丈夫なのか？14っていやまだ中学生だろ。純が家出して帰ってこないのはいつものことですよ。だいたいいつも不良の友達の家を泊まり歩いている。もっとも私も終電を逃してホテルに泊まることが多いので、家出に気づかないなんてこともあるのですが。そうかよ。海藤さん、引き受けてくれますか？あなただけが頼りなんです。貞本さん、悪いんだけど他を当たってくれねえか。どうしてですか？今回の依頼、俺は適任じゃねえと思うんだ。ですが。悪いな。わかりました。残念ですが失礼します。海藤の兄貴、よかったんですか？3200万ですよ。それにもし美希子さんが生きてるなら。いいんだよ。そうですか。
さて、仕事なくなっちまったし、どっかで飲んでくるかな。ああ、俺でよかったらお付き合いしましょうか。お、いいのか。だが、お前も新しい店の準備とか忙しいんだろ。ええ、この後店舗の下見の予定があるにはあるんですけど。そうか、だったらさっさと行け。商売繁盛してんのはいいことだ。すんません兄貴。ところで東、そのお茶組バイト代の5万のことだが。いいんですよ、んなもん。俺の兄貴じゃないっすか。昔みたいにただやるって言ってくれりゃ、俺としてはそれでよかったんです。東、お前ってやつは。あれ兄貴、あの写真だよ、忘れてったのか。よし、仕事なくなっちまったし、テンダーのマスターに依頼がないか聞いてみるか。兄貴、今ちょっといいですか。おお、東か。どうしたんだ。あ、いや、それがさっきシャルルから電話がかかってきて。先日話しましたよね、妙なガキがうちのゲーセンで兄貴を探してたって。ああ、そんなこと言ってたな。なんかそのガキがまた店に来て客と揉めてるみたいなんですが、ちょっと見てきてもらえないですか。あ、なんで俺が。そんなのそっちで処理しろよ。あ、いや、それが今店に女の子のバイトしかいないんです。俺も新店舗の打ち合わせがあって。なんで俺がガキの面倒なんか。そのバイトの女の子、現役女子大生なんです。お前な、俺がそんな餌で釣られると思ったか。結構可愛い子なんですけど、彼氏いないんです。間違いねえのか。ねえ、しかもヒゲフェチで、ヒゲの生えたたくましい男の人が好きだそうです。仕方ねえな。女の子が困ってるってなら、いや、弟分が困ってたら助けねえわけにはいかねえな。すみません、お願いします。兄貴だけが頼りなんです。
くだらしねえな。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさん。ありがとうございました。てんな。お嬢さん、俺が来たからにはもう安心だ。ヤクザ？いや、ヤクザじゃねえ。オーナーの東に言われてきた。どういう状況だ？あの男の子が私を助けようとして、私がしつこく絡まれていたから。迷惑だろ、このブサイクが。ナンパするなら鏡見てからにしやがれ。んだ、だからだ。トロいんだよ、チンピラ。ぶっ殺してやるよ、クソガキ。少年、下がってろ。おい、下がってろって。危ねえだろ。え、まさかおい、気絶してんのか。おい、お嬢さん、そのガキを脇にどけといてくれ。邪魔すんならてめえから殺してやるよ。ぶっ飛ばしてやるよ。起きろ。あれ、人助けは関心だが、ガキが大人二人相手は無茶だろう。おい、大丈夫か。頭でも打ったか。あれ、お前、前にどこかで。あんたは松金組の海藤正春だな。あ、そうだが、松金組ならとっくに抜けたが。俺は貞本純、あんたを探してたんだ。
貞本？その名前どこかで。あ！お前、ミキコの？ようやく会えたな。松金組のヤクザだって聞いてたからさ、それらしい連中に聞いて回ってたんだけど、解散したとか聞いてびっくりしたぜ。おい、ミキコの息子がなんで俺のことを探し回ってんだ。海藤正春、あんたに俺の母ちゃんを探してほしいんだ。何？昔、母ちゃんとこの町で暮らしてたあんたなら探せるんじゃねえのか。いいか、お前の親父にも同じこと頼まれたがな、俺はその忙しいんだ。え？親父もあんたに？って、おい、どこ行くんだよ。帰る。ま、待てよ。おい、待ちやがれ。あんた母ちゃんの元恋人だろ。白状すぎんだろ。今は赤の他人だ。けどもし生きてるなら2年間も連絡よこさないんだぞ。なんか事件に巻き込まれてるかもしれないだろ。そうか、案外楽しくやってんじゃねえのか。手間のかかるガキと離れられてな。は？ちょっと待てよ、母ちゃんは俺を捨てたりしねえ。し、親父さんのところへ帰れ。あんた、母ちゃんに昔捨てられたから会いたくないだけじゃねえのか。母ちゃんが残した日記で見たんだ。母ちゃん、あんたにヤクザから足洗ってくれってずっと頼んでたんだってな。仇になって結婚するためによ。だけどあんたは松金組の鉄砲玉として勝ち込みに向かった。母ちゃんの生死も聞かずに死ぬかもしれないのに。だから母ちゃんに呆れられて捨てられたんだ。そりゃ合わす顔ないよな。んだよ、やんのか。ガキが混ぜたこと言ってんじゃねえよ。とにかく今の俺には関係ねえことだ。お前もお前の母ちゃんのこともな。俺が母ちゃんとあんたの息子でもか。それでも関係ないってのかよ。あ、なんだって。俺はあんたと母ちゃんの息子かもしれないんだ。おいおい、今度は何言い出すんだ、このガキは。日記に書いてあったんだ、母ちゃんがあんたと別れた頃の日記に。日記に？ああ、あんたが母ちゃんじゃなくて松金組を選んで別れちまったから、きっと言えなくなっちまったんだ、腹ん中にいる俺のことを。ふざけんじゃねえぞ。ふざけてねえ、俺はあんたが親父だって信じてる。お前な、バカな嘘は。あんたのところに来たんだ。あんたと一緒に母ちゃんを探し出して、母ちゃんの口から本当のことを聞くためにな。